はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、とある最近ね話題のデカ盛りのお弁当屋さんに来ております。早速ね、お店さん紹介しちゃいましょうか。今日来てるのがこちらでございます。バスストップさんという埼玉の三郷にございます、とんでもないね大きい唐揚げのお弁当を提供しているお店さんでして、お弁当 S サイズでもとんでもないサイズなんだけれども、こっから S、まあ、SS、M、L、LL に2階建てと、これマックスでね、3キロ超えるような唐揚げ弁当を販売しているそうです。まあ、ただね、本日はその唐揚げ弁当以外にもね、いろいろ食べたいなと思ってますので、LL サイズのお弁当を頼みながら、他の単品のお弁当なんかもいろいろ注文して、お店さんで販売しているいろんなね、メニュー紹介していこうかなと思います。大型バス盛り LL のメガを一つと、はい、かしこまりました。単品の唐揚げでアボカド唐揚げと、油淋鶏唐揚げ、単品でメンチ一つと、あと豚バラの単品も2ついただいていいですか。かしこまりました。はい、ということでただいまですね、注文完了しました。で、今回はですね LL の、まあ、弁当とで単品のものいくつかね注文させていただきまして、 LL を注文しますと、なんかね無料の味変アイテムが2つもねいただけるみたいなんで、後ほどねそのあたりもご紹介できればと思います。まあちょっと完成するまで待ちますか。ということでですね、ただいまこのバスストップさんの、料理購入してまいりました。やばいっすよ。で、ちなみにねこのバスストップさんを外にテラス席でね、飲食できるスペースがございまして、ただ、土日に関してはすごくね車も多くなってしまうので、車で来てるお客様はちょっと利用ができないということで、今日はね平日なので、お店さんにもねちょっとご連絡をさせていただいて、このテラス席をねお借りしている形なんですけれども、で、出来たてなんだけれども、ちょっとまず一つ目一番でかいの出しちゃおうか。はい、どうこれですよ。 LL サイズのご飯メガ盛りでございます。もうこのはみ出方で、この LL には2つ味変が取れますので、チーズとバーベキューのこのパウダーをねいただきました。で、単品も注文しまして、まず1つ、ネットでねよく見ると売り切れになるのが早かったので、これ多分人気だと思うんですけど、アボカド味の唐揚げですね。で、それ以外にもご飯には合うんじゃないかということで、油淋鶏ですね。唐揚げ以外の単品ということで、レジ横にはねこのホットスナックコーナーみたいなのもありまして、そこで販売してましたこのジャンボメンチカツ、でかすぎるんだけど、これに豚の唐揚げを2つ購入させていただきました。まあ多分食べきれるとは思うんだけれども、お弁当屋さんですのでね、無理せずにきつくなったらお持ち帰りをしようと思いますが、本日はですねこんなラインナップで食べていこうと思います。じゃあ早速ですね、せっかく出来たてですのでいただきたいと思います。いただきます。まあひとまずはねこの名物の唐揚げいただきたいと思いますが、この唐揚げね1個で 100g 以上あるらしいんですよ。S サイズとかでも確か唐揚げが4つで、 SS サイズで唐揚げが3つってことなんで、多分ね一番小さいサイズでもご飯込みで 500g 以上はあるね。ちょっとこれいただきます。ちょっとね、断面苦手な方は一瞬映像を飛ばしてください。これね、お肉の断面こんな感じでして、ちょっとね屋外だから音ね入ってないかもしれないんだけど、衣もザクザクなんだけどジューシーさがすごい。もう噛んだ瞬間肉汁あふれる感じよ。ああ、うまっ。これはうまい。ご飯もいっちゃいますか。メガ盛りご飯、うん、うまっ。
あ、お米うまい。さすが弁当屋さんのお米だな。うまいな。でも今回メガ盛りなんで、ご飯もこれ相当多いんですよ。相当多いんだけど、この唐揚げの山を見てしまうと小さく見えるよね。なんかもうさ、今までのこの弁当の概念がバグってくるわ。うまっ。ちょっとね、これカメラ越しだと伝わりにくいと思うんですけど、唐揚げこのサイズなのよ。いや、これマジでやばいからね。伝わってる？1個がね、こんなでかい唐揚げ見たことない。うまっ。ちょっとこの辺りで別のメニューも食べてみますか。ちょっとね、気になってたんだけど、まあ、2個買ってますから、まず先にね、豚の唐揚げでございます。豚バラの唐揚げみたいなんですけど、これでございます。1枚ズドーンと。じゃあちょっとこれかぶりついちゃいましょうか。うまっ。待って、豚もうまい。やっぱバラなんでね、油がすごい出るから、唐揚げと違ってちょっと衣もジューシーっぽい感じになってるんだけど、ご飯にもビールにも合う。じゃあちょっとせっかくなんでね、これご飯に合うおかずつながりで、これ油淋鶏の唐揚げでございますよ。この滴るタレね、たまんないでしょ。いただきます。うまっ。うまっ。かなり油淋鶏のタレ使ってるんだけど、この鶏の皮目とかバリバリ感が残ってるわ。うん。でまた米が進むわ。味付けが最高。どうしよう。今日さ、この LL も唐揚げだけで9個でしょ、で単品で追加で6個でしょ。いや、15個頼んでるから、今日ね、唐揚げだけでね 1.5 キロあるのよ。で 1.5 キロっていうか 1.5 キロ以上で、豚バラとかメンチ合わせると余裕でね、揚げ物だけで2キロ超えてるんだけど、なんかすんなり完食しちゃいそう。やっぱね、衣がしっかりうまいから、もちろんね、鶏肉自体も脂乗ってるし、こんだけ揚げ物なんだけど重くないな、不思議と。うわ、いいな。ということで、ただいまですね、単品油淋鶏の唐揚げは完食させていただきました。そしたら流れに乗って、このアボカドもいっちゃいますか。こんな感じでございますね。うまそうじゃない。シンプルアボカドのペーストなのか、アボカドソースなのかわかんないけど、ちょっと食べてみよう。いただきます。うん、うまっ。アボカドソースだね。なんだろうこれ、アボカドと多分チーズっぽい味がする。うまっ。確かにこの味すぐね、売り切れる理由もわかるわ。めちゃんこうまいもん。今日ね、家を8時前に出て、10時から並びまして、10時半のね、朝一にこの弁当を食べさせてもらってるんですけど、元気出る。マジで元気出る。でもなんか今日さ、こういう外で、しかもお弁当っていうね、いつもとちょっと違うテイストなんで、大食いメインってよりかはお話メインで動画撮ってるじゃないですか。なんかたまにはこういう動画も
気分が変わっていいですね。なんか撮ってて楽しい。で、何よりも外で食べるお弁当の気持ちよさ半端じゃない。大食いの動画だけど、こんだけね、トークメインで食べている大食いいかがですか？ぜひ、率直な感想をコメントでください。まあ、こういう方がね、結構、普段のこう、ああ、うわーってやつよりも、お店のね、紹介とかもしっかりできるし、これはこれでね、またいい感じに、そのお店の良さもね、伝えられるかなと思うので、まあ、こういうね、動画もいいよーっていうことは、思ってくださったら、ぜひね、コメント欄に書いてください。いや、これ。2枚目の豚バラもいただいちゃいますか。で、ちなみに、今日買ってないものだと、グリルチキンとかもあるみたいですね。多分、販売してるメニューの中だと、唯一それが揚げ物ではないかな。で、あとは、卵の唐揚げとか、そんなのもあったりするのでね、気になる方は、ちょっとね、この唐揚げ以外も買って食べてみてください。うん。もで、ちなみにね、こちらのバスストップさん、本店の方はテイクアウトがメインですので、店内には飲み物等が売ってないんですけれども、目の前に自販機がありますんで、外のイートインスペースで食べる際はそちらで飲み物を買ってみてください。残り2個か。やっぱ唐揚げは最後にしたいから、ここでこのジャンボメンチいきますか。普通にね、通常に世の中に売ってるようなメンチの倍以上はある。だからね、1個買うとソースも2個ついてきます。このね、バスストップさんがある三郷市っていうのは結構ね、僕の地元もすぐ近くで。だからね、こういうお店がね、学生の頃あったら一番良かったよね。こんなに安くてさ、大盛りでさ、がっつりとした唐揚げ。いやあ、思い出になるよね。メンチうま。メンチうま。うん。うん。ということで、あとは唐揚げ2個に。さすがにね、あと残り2個なんで、この味変スパイス使っていきましょう。まずはチーズかな。うまっ。もうね、食べ始めて撮影40分回してるんですけど、この驚異的な唐揚げのサクサク感、やばくない？またチーズがうめ。これで最後はバーベキュー味ですね。うん、うまい。あ、バーベキュー味好き。これちょっと甘辛でね、いわゆる燻製っぽい、もう本当にバーベキュー味よ。うまっ。はい、ということで、ただいまですね、こちらのお弁当すべて完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、こちらバスストップさんで、美味しいだけじゃない、とんでもなくでかいこのね、唐揚げ弁当だったりとか、単品のね、揚げ物いただいてまいりました。本当にね、うますぎる。撮影1時間近く今やりまして、お話しながらね撮ってたんだけれども、少しずつ冷めてきても、やっぱ冷めれば冷めるほど、むしろね、この衣のザクザク感が上がって、もちろん出来たても美味しいし、時間が経っても美味しい。もうさすがお弁当テイクアウトの唐揚げだなと思いました。まあ、三郷の近くには、水元公園とかね、ちょっと市をまたいで、葛飾区の方に行くと、とんでもなくね、大きい公園とかもあったりしますので、ご家族とかだと、このバスストップさんで唐揚げ弁当を買って、家族みんなでね、その水元公園の方にピクニックに行くなんてのもいいでしょうし、まあ、普通にね、お昼の時間帯にお弁当を買って、こんな弁当を食べたら一日頑張れますから、ぜひですね、皆様このバスストップさんの唐揚げ弁当を食べてみてください。
ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、ぜひですねそちらの方は概要欄から合わせてチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。ということでバスストップさんいかがでしたか。この唐揚げやばくないですか。結構ね、僕も、まあ、こう、撮影でね、いろんなお店さんに伺わせていただいて、この、大きい唐揚げが名物のお店って、結構回ったつもりではあったんですけれども、まさかね、こんなにでかい唐揚げをね、販売しているお店に、まだ行けてなかったのかと思うとね、ちょっとこう、悔しい気持ちになります。この唐揚げはね、本当に美味しいので、まあもう見てくださってる方はね、気になるわーって方も多いと思うんですけれども、いつものようにですね、イートインというか、そういったお店ではなくて、テイクアウト専門店ですので、例えば、お子様連れで、まあ普段ね、お店で食べるのがちょっと迷惑になっちゃうかもみたいに気にされてる方とかはですね、すごく行きやすい店舗だと思いますので、ぜひですね、こちらのバスストップさんの唐揚げ、楽しんでみてください。で、本日の米編コーナーとしましては、最近ですね、結構こう、僕の方でも編集をね、こだわってというか、いろいろと変えてまして、ありがたいことにですね、コメントの方でも、今の編集いいよ、みたいな感じとかね、編集変えたんですね、みたいな、こう気づいてくださって、褒めてくださってっていう感じでね、ありがたい、そんなね、コメントもいっぱいいただいております。はい、ありがとうございます。で、まあ、ただね、まあもちろん、こう、ごてごてしすぎると逆にまた見にくいっていう部分も出てくるかもしれないんですけれども、やっぱり僕自身ね、こう芸能人さんとかね、こう喋りを仕事にしている人とは違って全然喋りが上手くないからさ、こう、要点をまとめるのが下手というか、話がちょっと長くなりがちなんだよね。食レポなんかは得意なんだけれども、こう詳しく説明しようとするとね。でも、まあ、そういった部分もですね、うまく使えるように、最近ではかなりこう、料理のインサートみたいな感じで、こう、箸を持ち上げたりとか、完成の商品も上から、斜めから、で、正面から、みたいな感じで、いろいろ撮ったりして、お話ししてる最中も、なんかその雰囲気がね、伝わるような、そんな、動画の素材も撮ったりしておりますので、今後もですね、ちょっとどんどん編集を変えていって、よりね、美味しそうに見えればいいかなと思います。で、ぜひですね、動画の最中にもございました、こんな感じの大食い動画ね、ぜひコメントどうだったかいただけると嬉しいです。ということで、本日はこの辺りで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。